コイントスパートナーですね。では開幕戦から間に合うよう進めていきます。ありがとうございます。失礼します。また今月も余裕で目標達成しちゃったな。若手はちょっと結果出すとすぐに外資からヘッドハンティングされちゃうから現場としてはたまらんわなあ。立花田君。わかりました、頑張ります。俺も現場では長いこと結果出してきてる方やと思うねんけど、もっと若けりゃ外資への転職なんでも夢見てもええやろうし、自信だってあんねんけど、今は愛社精神強いからな。なあ立花田君。わかりました、頑張ります。立花田君も外資に憧れがあるかもしらんけど、まずはうちで結果出すしかないんだよ。競技場の看板もまだまだ空いてるとこあるから一軒ぐらい取ってきてくれないと。ほんま頼むで。じゃあこの後タイの国王とインバウンドについてブレストしてくるから、立花田君もタスク整理できたら帰ってええで。わかりました、頑張ります。オレヒカさん、この度はコイントスパートナーになっていただきありがとうございます。今年のスーツも楽しみにしています。ファン、サポーターの皆さん、開幕戦からコイントスの際にオレヒカさんの広告が出ています。どんなデザインになっているか試合をお楽しみに。